こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。なんか動画冒頭から、掛け軸がすごい重々しい雰囲気になってますね。ふっふっふ、実は今回の動画は重大な告知動画なのですぞ。結構前からずっと温め続けてきて、ついに日の目を浴びることとなった新企画。今回はそのお披露目会の動画なのです。おお、なんか、すごいことが起きそうな予感。では早速告知の内容に入っていきます。なんとこの度、コラボチャンネルが設立されることとなりました。なるほど。一体、どういうコラボをするチャンネルなんですか？ではちょっと詳しくこのチャンネルができた理由を解説します。まず、我々ゆっくりとカボイロ投稿者って、結構孤独に活動をしていることがほとんどなんだよね。確かに、リアルな YouTuber さんに比べて、顔を出したりしない分、一人の場合が多そうですね。ですです。そして何か問題が起きたり、編集に関しても、基本的には自分で解決せざるを得なかったわけです。結果、自分が対応できない問題は解決できない、ソフトの設定なども不明確なものが多かったわけです。なるほど。すべて孤独な戦いだったんですね。そんな中、一人の方がこうした悩みを持つ投稿者向けの、情報共有コミュニティを立ち上げてくださいました。実際そのコミュニティではかなりの数のゆっくり、ボイロ投稿者さんが集まり、日夜情報共有をしておりました。おお、ついに情報共有ができたんですね。で、その中でこんな話が持ち上がったのです。我々もコラボとかできたらすごい面白いですよね。ついにコラボの話ですか。しかし、実際難しいところも多かったのです。というのも、使っているボイスがみんな似てるじゃん。確かに。実際の声ほどの個性を出すのが難しいですね。それで行き着いた結果が、みんなで得意分野を投稿し合う合同チャンネルを作るのはどうでしょうかな、ということだったのです。確かに多種多様なクリエイターさんがそれぞれの動画を投稿する場所があるのは面白いですね。そして5名の有志の方が集まり、今回のコラボチャンネルを設立する流れとなったわけです。では、ここからは実際に参加するメンバーとそれぞれの方の特徴を見ていきたいと思います。今回コラボチャンネルを作るメンバーは、画面に映っている4名の方です。一人一人紹介していこうと思います。まず一人目は、変な生き物チャンネルさんです。あ、私、このチャンネル見たことありますよ。カカポっていう、すごい可愛い鳥の紹介でした。その動画私も見ましたぞ。超人懐っこい鳥の紹介動画だよね。私も結構生き物好きなので、見ていた投稿者さんです。変な生き物チャンネルさんは、タヌキさん、キツネさんというオリジナルキャラクターで、生き物のことをわかりやすく解説しています。今回のコラボチャンネルでも、生き物関係の解説動画を投稿してくださるようなので、生き物好きは必見ですな。生き物動画、見たいですね。次の方は、おっちい一級建築士事務所チャンネルさんです。一級建築士ですか？建築士さんが動画投稿をされているんですか？その通りです。動画の内容は、建築士という観点から、建築とは何ぞや、といった解説から、ゲーム内に登場する建物は建築的には、という面白雑学的な内容まで投稿されております。ゲーム内の建物解説めっちゃ面白そうですね。ぜひ見てみてくださいませ。で、今回のコラボチャンネル内では、ハルさん、センくん、オッチーさんの3キャラが解説をしてくださるようです。メインチャンネルでもおなじみの3名ですね。ですです、建築知識がなくてもわかりやすい解説で、とてもためになる動画を投稿してくださる方なので、ご興味がありましたらぜひ動画を見てみてくださいませ。次のメンバーはウーロンチャンネルさんです。実はプライベートで見ていた動画がウーロンチャンネルさんの動画だったんですよね。どんな内容の動画を投稿されているんですか？はい、ウーロンさんはゲームハードやソフトに関する雑学、裏知識などをメインに動画を投稿されている方です。私は左の世界で一番売れなかったゲームハードという動画でウーロンチャンネルさんを知りました。私はゲームは難しくて、
なかなか手が出せないのですが、ミニモテトリスの成り立ちの解説などは面白そうですね。ゲームに詳しくなくても面白い動画だと思いますので、ぜひ見てみてくださいませ。そして、今回のコラボチャンネルでは、初登場のあやちゃん、まいちゃんが解説をしてくださるようです。おお、アメコミ風で、めっちゃ個性的なキャラですね。アメコミ風のキャラめっちゃ好き。ちなみに、メインではゲームの解説となっていましたが、なんとウーロンさんは心理学に精通しているようで、コラボチャンネルではこの2キャラが、心理学を解説してくださるようです。おお、心理学面白そう。メインのゲームと合わせて、ぜひご覧くださいませ。そして4人目のメンバーは、ゲーム実況チャンネルを運営している、ガラさんでございます。ゲーム実況いいですね。私も大好きです。どんなジャンルのゲームをやっているんですか？基本的にはロマサガだったり、FF5 だったり、スーファミ前後くらいの懐かしいゲームを実況されているようですね。最近、レトロゲーブームとも言われていますし、プレイしたことなくても、実況で触れてプレイしたくなる。ということは多いですよね。私も久々に実家の物置から FF5 を引っ張り出したくなりました。今回のコラボチャンネルでは、武器屋のお姉さんフランさんと、勇者のゆうちゃんが、古今東西の武器を解説してくれるようです。確かによく出てくるけど、何なのか知らない武器って多いですよね。神話に端を発するものや、そのシリーズでおなじみになった武器など、武器って結構幅広い分野だからね。動画を通してゲームがもっと楽しくなりそうですな。ということで、私以外のメンバーの紹介は以上です。皆さん非常に個性的で、私もとてもワクワクしています。あれ？ちなみに、このチャンネルからは誰が出演するんですか？お、いいとこつきますね、あかりちゃん。実はこれも私が前々からやりたいと思っていたことなのですが、なんとオリジナルキャラを作りました。え？もっと早く教えてくださいよ。どんな子なんですか？では実際に本人に登場してもらいましょう。皆さんはじめまして。私は今回コラボチャンネルの方で解説を担当するディスコです。ということで、コラボチャンネルの方ではこちらのディスコちゃんが解説をしてくれます。ちなみにディスコちゃんは、自作 PC から生まれたアンドロイドとなっております。皆さん今後ともよろしくお願いします。私はコラボチャンネルでは、ガジェット関係のニュースをメインに取り扱っていこうと思います。新製品の情報とか、そういう内容ですか？基本的にはそんな感じですね。明るいニュースをメインとして、まったり楽しくやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。ということで、今回の告知動画の内容は以上です。コラボチャンネルに関する詳しい情報は、概要欄に記載してありますのでご確認よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちなみにメインチャンネルは今後もいつも通り、私とあかりちゃんでやっていきますぞ。じゃああかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、コラボチャンネルの方もよろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。